こんにちは。株式会社 RE 経営の島田です。今回の動画はですね、儲ける会計事務所の戦略という、シリーズです。監査担当者がマス業務をしやすくなる、環境設定の話ですね。このサブタイトルのですね、社長塾をしている会計事務所はマス件数が多いよという話ですね。結局ね、今のままでは会計事務所の事務所収益が上がらないと。職員が昇給できる顧問料増額も新たな売り上げも上がる可能性は見えないという事務所が多いと思います。これはある事務所の社長がこうした言葉なんですね。で、こういう結局状況を打開するためにはね、会計事務所がマス業務とかミニコンサル力に力を入れるということで、付加価値収入や差別化で紹介とか新たな顧問付けの出会いを作るということが一方であるわけですね。しかしながら、なかなか腰が重い会計事務所も多い。一番の理由はね、監査担当者が業務多忙を理由にですね、新たなことをやリスクのあることをやりたがらないということですね。だからいくら所長が笛吹いたって踊られないわけですよ。で、しかしね、そこにあるきっかけを与えると監査担当者のですね、マス業務へのメンタルブロックが減るということがあるんですね。それは何か、ね、それを一個一個説明しましょうね。まず相手目ね、マス業務の提案というのは監査担当者にできないのかなっていうクエスチョン、ね、これ以前もね、マス業務に取り組まない、職員さん、監査担当者の本音をいろいろ紹介しました。はっきり言ってですね、会計事務所の職員がコンサルティング受注を提案し、別料金を提示して導入から支援まで行うことは、これやっぱり本当はハードル高いです。やっぱり、普通のね、中小企業診断士やコンサルタントでさえですね、受注が厳しいという方が多いんですよ、この世界ね。いくら会計事務所の場合はね、顧問先と基地の関係、付き合いが長いといってもですね、すでに人間関係ができている経営者に対して逆に言うと別料金で提案ってなかなかしづらいというありますよね。だからマス業務を提案するならば、他のマス担当や別の上司や所長が行うべきなんです、ね、でもそれぞれが忙しくて時間が取れない、そしてまた別料金へで提案することに対する躊躇もある、で進まない、結局そういうことを繰り返しても埒が明かないんですね。しかし社長塾というのがきっかけになりますよという話。実際私はこれまで多くの会計事務所のですね、社長塾、経営塾ですね、こういうの講師をしてきたんです。で、数回の社長塾で問題整理とか会計のフレームワーク、SWOT を使ったり KPI 使ったりですね、あと事業承継の見える化やったり、やるんですね、その社長塾で。そしてその間で監査担当者にそのモニタリング、いわゆる PDCA のね、チェックをやってくれと。そして行くんです。そうすると比較的スムーズにマス業務に移行しやすいんです。で、社長塾の中で私の講義とか巡回アドバイスは各何社かね、来てもらいますから、で我々は私はぐるぐる回りながら巡回アドバイスするんですけども、その中でそのコンサルやモニタリングの重要性も経営者は理解するわけです。そしてですから、ここでね、最初の壁であるニーズの引き出しの壁が突破できてるんです。その社長塾でですね、すでに問題解決のためにマス業務とかミニコンサル、モニタリングの必要性は社長自身分かってますから、参加した経営者の社長はね。あとはどのように導入するか、誰に参加させてどの時間帯で行うか、そして費用はいくらかという意思決定寸前のテーマに変わっていくわけですよ。社長塾でもうモチベーションも上がりました、必要性も分かってくれました、だから次のステップになっていってるんです。ここがクロージングですね。ですから社長塾を数回コース毎年実施している会計事務所では、マス業務の契約が定期的に生まれてくるわけです。で、そのいきなりマス業務できないという場合は、逆に私たちがそのコンサル契約を結んで、私たちがやってるのにその監査担当者をね、参加してもらうという方法もよく使います。で、社長が参加するから監査担当者もやらざるを得ない。この社長塾の良い点というのは、数社の社長と後継者が集まるわけですね。どっかの会長か会議室かに。で、課題整理と解決に向けた議論を
まあ、見える化していきますね。で、担当監査担当者はですね、ご自分がその会社の社長後継者に対して司会と議事録、まあパソコンで打ちながらモニター見せながらねやるんです。そこでいろんな決定事項とか行動計画の話になってきます。そして監査担当者はそれを決定事項としてモニタリングシートに記入していく。だから監査担当者っていうのは、自分から積極的にああしましょうこうしましょうと言わなくったって言わなくてもね、もし担当の社長から何とかさんしてほしいんだって言わればやりますよね、基本的に。実はね、ここがミスなんです。逆に社長から依頼されなければ積極的にしないのが普通の監査担当者だから、社長塾で社長が前向きに意思決定をしたことで協力を依頼されます。そうして協力を依頼されることがあれば監査担当者はやらざるを得ないということです。そして社長塾などで、ね、監査担当者をやらない状況に作ることが結局本人監査担当の育成にもなるし、事務所の収入増になっていくという、まあ、そういう流れですね。で、まあ、これは困った時の RE 経営さんと、まあ、結局さっきも言ってましたが、社長塾ではね、多くの場合私が講師を務めて塾として研修中にいろいろこう巡回しながらアドバイスです、ワークしている最中ですね。で、また塾に参加した経営者のね、各課題とか監査担当者や所長でも対応ができない時というのは、塾の間とか塾の終わったとかに、まあ、Zoom とかなんか面談したりします。で、ここで何かね言いたいのは、その会計事務所の所長が行うような財務相続税経営計画などの一般的な講義じゃないですね。そういう だとですね、実はちょっと難しいんですよ、マスの契約は、ね、で、しかもね、1回ポッキーじゃなくて数回の継続することでなおさらなるとですね、今の会計事務所が持っているコンテンツは難しいかもしれません。そういう時に、まあ、私が塾長としてやると便利なわけですね。だから社長塾を企画して参加してもらえれば、マス業務への扉が開きやすくなるし、そして社長塾へのですね、社長の受講料、これも1回につき数千円か数万円、今いろいろ幅があります。これはもう内容とね、アフター次第決められる意味です。なるべくね、事務所の負担を少なくすることでね、解散しやすくなることが、まあ大事だなという気がしますね。いずれにしましても、社長塾をやるということがマス業務をしやすくする一つの秘訣であるということです。お話をしました。はい、では以上です。